りまして、平成19年4月25日、阿蘇市の内巻温泉で、ホテルや旅館のおかみさんらおよそ20人が出席して、内巻温泉おかみの会の設立総会が行われました。設立総会では、まず発起人の阿蘇市観光協会顧問の武田勉氏が、今旅する人たちの主流は女性です。内巻温泉には良質の温泉をはじめ、雄大な景観、歴史があるので、おかみさんたちのパワーで内巻温泉を復活させましょうと、おかみの会設立趣旨について説明しました。そして、内巻温泉おかみの会の改則や事業計画、予算などについて審議、おかみの会の名前を夕杉会と決め、会長に登山協のおかみ、永田智子さんを選びました。内巻温泉おかみの会は、4年後に控えた新幹線開通に伴い、内巻温泉を活性化して、昔の知名度の高い温泉郷に復活して、全国に PR し、宿泊客を増やすことや、お客様をおもてなししようと設立されたものです。来賓として出席した佐藤阿蘇市長は、こんな素晴らしい会を作っていただき、一緒になって地域おこしをしましょうと、おかみの会設立を祝福しました。内巻温泉おかみの会夕杉会では、今後接客マナーの研修や観光地の勉強会、阿蘇市長との観光意見交換会などを行うことにしています。